にちは、みさきです。今日は午前中にちょっと部活があって、友達と今日の夜は焼肉に行って、そして温泉に行きます。イエーイ。その様子を今日はお送りします。わーお、すごい。え、あ、これがなんかあれみたいな、こうなるらしい。あはい、ですね、こちらのカフェに着きました。コリタカフェ。ちょっとケーキとかなんか食べていきたいと思います。それでちょっと勉強ができたら勉強したいなって思います。では行ってきます。おしゃれ、おしゃれな感じです。では行きます。店内がこんな感じおしゃれですで、私が頼んだのがこのチーズケーキです。ちょっと来るの楽しみです。頼んでいたケーキとカフェラテが来ました。じゃん、見てしそうでしょ。じゃあちょっと顔が近いじゃあちょっと食べていきたいと思います。いただきます。いやー、セーブやな、うん、めっちゃ美味しい。はい、ですね、待に待ったポケモンも待ちに待った焼肉に行きまーす。今日はですね、なんかサンフレもあってカープも試合があったみたいで、広島の街は紫と赤色の服を着た人でいっぱいですどこだっけ、あれだ、あれ、あのキラキラ光ってるやつ。もうすぐ着きます。着きました。ここです。入ります。リズムです。リズムさんがいました。リズムさんがいました。あげ、ここにもある、ここにもあります。
大爆睡しとった。口大口開けて寝とった。20分ぐらい。こんぐらい口開けた。かーん。一番気持ちよかったな。せーの。炭酸ビール。炭酸じゃないんかい。平日何回も入れるらしい。え？平日は最年長で。ここ休んでさ一日でもないで勉強してお風呂入ってまた上がって勉強して最高じゃん。アイスが一番うまいわ。お風呂になった。満点狙います。振り返った時の顔がいいね。